赤電は、かつて西武鉄道で採用されていた、上下を、ラズベリーレッド、窓周りを、トニーベージュに塗り分けた車両及び、車両塗色の相性である、101K で再現された、赤電塗装。この塗色は1960年、新造車及び検査出場車から採用された。その後55、551K、551K 以前の形式についても、一部アカデン塗装に、 塗り替えられた車両が存在していた。塗り分け方は、車体側面は、トニーベージュをベースカラーに、アマドイ装倉をラズベリーレッドに塗り分け、正面はラズベリーレッドを屋根まで回し、装下は車体中央に向かって斜めに塗り分け、車体中央下部を直線で通した。後に登場した 701K、801K では、正面を直線に塗り分け、左右に、 ステンレスの飾り帯を取り付けた、戦術の通り、上規格系列の造尾とともに、既存の車両もこの色へ塗色が変更され、1960年代の西武鉄道の標準塗色となった。また、グループ企業である伊豆箱根鉄道、大見鉄道でもこの塗色が採用されていた。なお、当時西武に在籍していた電気機関車に対しても、ラズベリーレッド一式の塗色に変更されている。 1970年代後半以降、後日の701系以降の車両のレモンイエロー、一式への図書化変更と601系以前の車両の廃車が進行したため、新宿線系統、池袋線系統においては1985年度で赤電は消滅し、玉川線でも1988年に消滅した。また、 電気機関車も E31 型への代替で1987年までにラズベリーレッド一式の車両は廃車されている。最後まで残っていた玉子湖線、国分寺萩山間でも351系が1990年に廃車となり赤電土色は消滅した大見鉄道820系822編成。 伊豆箱根鉄道1 1 0 0 k 1 9編成西部鉄道1 0 1系1 2 4 7編成1969年の1 0 1系で窓回りベージュ窓の上下をレモンイエローとした塗色が使用されてからは西部の厚生通勤停電車ではレモンイエローを主とした塗色が使用されている1977年の2 0 0 0系では窓回りのベージュが省略された レモンイエロー一式となり、これは同型は元より冷房改造された701系、801系、401系にも採用されている。この間、1983年の3000系は窓回りベージュ。1993年の9000系はレモンイエロー一式で新造され、1997年の701系、801系、401系全般以降は101。 経営三千系も塗装工程合理化のためレモンイエロー一なお、二千一年には百一系千百五十九編成がイベントのため赤電塗色となったが、百一系は赤電塗装を施したことがないため最初の赤電塗装となった。その後二千十一年には伊豆箱根鉄道に上都されていた千百系千九編成。二千十六年には大見鉄道に 上渡されていた 820K、ありがとうございます。